最近ずっと朝に配信してたから夜にするの久しぶりな気がする。今日もメイクしてます。夜にメイクして配信してるの久しぶりかも。絶対メイクをしながら朝に配信してるか、もう寝る前のお風呂上がりすっぴんで夜配信するかばっかりだから。メイクしてる私久しぶり。おせち食べた？食べてないかなお正月に食べるかな。でも作って食べる予定です。おせち楽しみ。おせちが楽しみ。お雑煮も、おお。バッチリ。今日のメイク。そういえばクリスマス背景じゃなくなってる。このショールームの背景が。これ何？これすごい、あ、なんかキラキラテープみたいなやつだ。かわいい、イエーイありがとう、すごい綺麗。何これ、どこなの？あ、なんだこれは。この背景何なんだろう。今年もみんなありがとうって書いてる。カウントダウン。うわ、花火豪華です。これすごい分かりにくいけど髪の毛がだんだん茶色くなってきたんですよ。今めっちゃ茶色い。このお部屋の照明がめっちゃ髪の毛茶色に見えるけど、最近黒にして、だけどだんだん黒くなっ、ん？茶色くなってきちゃった。マジ。最近ずっと前髪切るか伸ばすか悩んでて、結局切ったけど大満足です。切ってよかった。やっぱ私はやっぱ前髪がある方がいい。切るたびに思ってる。前髪を毎回切るか悩んで、結局切った時やっぱり私は前髪ある方がいいって言うんだけど、それでもまた伸びたら、あ、伸ばした方がいいのかなって悩むんです。いつもの流れ。今日も髪なんかおしゃれ。極暖、寒すぎて極暖着てます。あったかいヒートテック。今日は11時に起きました。寝すぎ。でも昨日寝たのが3時くらいだったか。8時間寝ましたね。一回9時45分くらいに起きたんだけど二度寝しました。いつの間にか気づいたら二度寝して、起きたら11時だった。たっぷり寝ました。
このシャツかわいい、最近お気に入りです。よく着てる。お顔が丸く見える。うん、そう、これは最近マミーとお買い物に行って選んでもらった服です。色が可愛いですね。最近ブルーとか水色とかのアイテムにハマってますねハマってますね。そう、ルンバの時に着てたやつ。つけっぱなしで出てた。大変大変。ご飯まだ食べてないです。お腹すいた。でも起きるの遅くって、すごい遅い、15時くらい、おやつくらいの時間にやっとなんかパン食べてっていう食事今日。でもお腹すいた。今日パンしか食べてない。腹減ったです。うん、シルバーネイル。自分でやったには、やったにしては綺麗でしょ綺麗でしょ。このカラーがかわちい、綺麗ですな。クリスマスに合わせてクリスマスの日に合わせてキラキラのネイルにしました。上手、綺麗。ネイルをやり始めてから最近よくめっちゃ通知が起きたiPhone の最近アップデートして変わった通知音がしかもエロいだけ。あうん、ちゃんぽん麺作って食べてます。ちゃんぽん食べて、めっちゃ今あったかい食べ物、あったかいなんかスープ系のご飯食べたい気分です。ピカピカ。お正月、確かにクリスマスに合わせてこのネイルしたから。お正月は何色がいいですかね。お正月カラーって何色だろう。白、お餅、赤か。やっぱり真っ赤なネイル持ってないんですよ。赤のネイル買おうかな、お正月。赤とゴールド、あ、紅白ね。白と赤とゴールドでお正月ネイルにしようかな。門松描く、やばい。門松のなんかパーツとか売ってない売ってないかな。シールとかあって。確かにこのシャツに合うね、このネイル。適当にビャーって取った服着ました。今日あったかめ。そんな寒くない。渋滞中、渋滞中。
みかん乗せたら可愛い。確かに。じゃあここ門松で、ここ鏡餅で、あと何がある？おせち、お年玉。あ、来年何年だっけ、その動物の絵で5本揃って。あー、いいね。エビ、あの昆布数の子黒豆黒豆黒豆。あと何だ、何がある、あと羽子板。いいね。タコもいいです。羽子板とタコじゃする。ここあ、タイ、めでたい。あー、ちょっと指が足りないわ。意外とあった、書くもの意外とあった。あー、確かにお正月お酒飲みたいけど、家族とか飲む人 いないかな。私の周り飲む人がいない超めでたいよ。手めっちゃめでたいよ。いろんな服が舞い降りてきそう。なんかそんだけめでたいのつけてたかわいい。お正月ネイル、ガチお正月ネイル、誰よりもお正月ネイルあ、30分くらいには終わろうかな。夜の8時お酒強いんですよ。なんか今までお酒強いって聞かれてて、聞かれていやって言ってたけど、やっぱ強いなと思ったんで、強いですってもう言うようになりました。お酒強い。でも強いのあれがよくわかんないけど、でもあんまり飲まないんです。家でも家族が全然飲まない、親とかが全然飲まないから、九州って言ったらお酒じゃ強いじゃんって言われる。めちゃくちゃ九州イコールお酒強いのイメージ持たれてる。私はまだ飲める方だったから、ああそうなんですよって言えるけど、全然飲めないことか大変そう超飲めそうなイメージも。たお正月太り、みんなですれば怖くない。お正月太り、お正月みんなで太れば怖くない。いい句が読めました。お正月みんなで太れば怖くない、心強いですね。みんなこれを胸にお正月太りしましょう。飲めそうな顔してる、わらわら飲めそう顔。鹿児島とかもう一番言われそう。鹿児島ならお酒強いでしょって。そんなね、そんなことないですよね嫌だ、みんな裏切らないで。みんなですれば太れば怖くないだから、あの裏切りは良くないです。お雑煮いっぱい食べる、お餅たくさん食べるから。もうお餅なんてね、無限にいろんな食べ方がありますから、無限に食べれるんですよ。
島友達強いって言ってた。でも強い人が多いのかな、やっぱり他に比べて。鹿児島のお酒、鹿児島にお酒飲みに行きたい。鹿児島行きたいな。旅行に行きたいです。旅行、いろんなところに旅行行きたい。今夜何食べる？何がいいと思うんですか？みんな夜ご飯食べた？何に食べるんですか？最近ずっと海鮮丼が食べたい。海鮮の気分。お寿司食べたい。鹿児島といえばカスタ丼。カスタ丼大好き。本当に。丼美味しい。ねえ、お腹すく。今からお寿司食べるのいいな。羨ましい。私にも食べさせてほしい。お寿司とか海鮮丼が最近ずっと食べたい。サバの味噌煮定食食べたい。タラの煮付け、うわ、めっちゃ食べたいかもそれ今今めっちゃそれ食べたい。美味しそう。え、箸の代わりにネギで食べるそば食べてきた。すごーい。ネギまで食べちゃわないのそれ。そば食べる、これ口入れた時にネギシャギっていっちゃわないの？すごーい。食べてみたい。ネギ嫌いだけど。ネギ嫌いだけど。嫌いなんかいい。ネギ。すごい。こうやって持って。どうやって食べんの？普通に箸みたいに持って。これ、ジャキっていっちゃいそうじゃん。すごい。いいなぁ。お蕎麦。お蕎麦食べたい。年越し蕎麦ね。年越し蕎麦の発祥は。福岡ですよ。お魚食べたい。ネギ飛ばし、やばい、懐かしい。釣ってくるか、ちょっくら。お魚、魚触れないけど。年越しそば、福岡発祥。ものしい、牛タン料理も中洲発。そうなんだ。牛タン食べたい。焼肉食べたい。海鮮、お魚食べたいって言ったり、肉食べたいって言ったり、何でも食べたいです。お腹すいた。もう今なら何でも食べる。そばはあったかい派。なんかね、ずっとお蕎麦食べるってなったら、あのお蕎麦屋さんとか行ったら絶対ざるそば食べるってくらい冷たい派だったけど、もうなんか大人になったのかなって思います。最近はあったかいおそばのお出汁を楽しむのに好きになりました。あったかい派です。絶対あったかいの食べちゃう。
肉の区別は全然です。分かんない。何が何だか分かんない。焼肉屋さん。焼肉行きたいな。美味しいお肉が食べたい。でもちょっと前に美味しいお肉を食べに行ったんです。美味しかった。美味しいお肉。そう、美味しいお肉を食べた。一番みんながお腹空いてる時間帯にお腹空く話題をめちゃくちゃ話しちゃった。まあみんないい感じにお腹空いたんではないでしょうか。ご飯前に、ご飯前か分かんないけど、私はもうお腹がペコペコです。今なら何でも食べれるくらいお腹空いた。11時までなったのに眠たい眠た。黒板が見える。恥ずかしい恥ずかしい。イエーイ。ねえ、今日あったかかったですよね。あったか、うん。昨日とかすごく寒かったけど、に比べたら今日はそこまで寒くないって感じだった。寒いんだけども、そこまでって感じでしたね。うん、まあ毎日寒いのは寒い。7時半、ちょうどいい。みんなおいしいご飯を食べて温まってくださいませ。ありがとう。私もご飯食べてきます。もうお腹がペコペコペコリンチョなんで、ご飯を食べてきます。ありがとう。明日は朝やってるかな、夜やってるかな、配信朝起きてるかな、切るときにやっときます。まだあと4分ある。30分まで、30分に終わるからあと4分ある。昨日パンケーキを食べました。
ふわふわのパンケーキ、お友達に誘われて行ったんですけど、めちゃくちゃあんまあまだった。美味しかったんだ本当に。でも食べきるのちょっとめちゃくちゃ食べた一日で、すごいすごい食べた。まず朝は、まあ、いつも通りちょっとパン食べてみたいな、あれ、あそうそうそう、軽くパンみたいなの食べて、あサラダとパン食べて、まあ、コーヒー飲んでって感じで、お昼はなんかそんなあんまお腹ちゃんと空いてるわけでもないなって感じだったんだけど、マックのポテトの一番でっかいの食べて秒で食べた。もう最近めちゃくちゃマック食べてる、毎日のように3日に1回くらいで食べてる。そのでも毎回ちょこちょこなんだけど、がっつりハンバーガーとかは食べないんだけど、ポテトを食べて、でお昼おやつくらいの時間に、ん、おやつの時間くらいにこれくらいの二段重ねのプルンプルンふわんふわんみたいなパンケーキを、メープルのパンケーキを食べて、もうお腹いっぱい、今日は何も食べなくていいってなったけど、夜はピッツァを食べました。もうお野菜昨日いっぱい食べたから、もうゼロカロリー、ゼロキロカロリーもうゼロキロカロリーです、それは、うん、ケーキはおととい食べました。あー美味しかった、美味しかった。最近本当に何も気にせず食べたいもの食べたい時に食べてる、幸せです、幸せの日々昨日は幸せない一日でございました。じゃあ明日もなんか適当に配信やってるんで、暇だったら見てください。配信の通知が来て暇だったら見てください、ぜひ。今日もおつです、一日。じゃあまた明日、ちょっと早いけどおやすみなさい。ありがとう、短い時間でしたがありがとうございました。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。